ゲームズ出てこーい。ということで、始めましょうか。ほんと、ジェームズ出てこんすねー。あ、ホーンテッドホテル死刑執行人の続きです。前回は、ここのコンビネーション見つけたので、これをドアを開けようというところからです。え はぁ、あ。ジェームス出てこんすよね。証拠ばっかりなんかこう残していってくれていて、姿、どこにいるか全くわかんないというね。どっかいるんでしょうけどね。どういうことこれは。あ、普通に順番通りでいいのかな。あ、開いた。単純だった。ジェームス、いますか？これはもしかしてメイドの部屋かな？にしては立派だな。ジェームス？メイドさんですね。ベロニカさんですね。ベロニカ・レッドモンド。怪しい過去を持つ野心的な若い女性、メイド長の仕事をやるためにこのホテルにやってきた。そうですか。ンティークです。ここに何か映った。あ、ここにベロニカさんのこれが映ったわけね。ベロニカさん、なんかください。彼女の姿勢から判断する子。ちょっと何者かに押さえつけられたよね。哀れなベロニカ。歴史ですか。お、ベロニカさんなんかくれました。私のベロニカへ。誰？このペンダントには重要な、写真じゃなくて鍵か。まあ、鍵の方が重要っては重要だね。これは何でしょう。金庫には傷一つない。ベロニカは重要な何かを保管していたのかもしれない。鍵で開きますか？開きませんね。どうやったら開ける鍵なんでしょう。これでこじ開ける。爆破する。ジェームズ。困った時はジェームズの名を呼んでみる。あ、ハサミがいる。チャン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 。そういえばうちのハサミ切れにくくなりました。買い直さなきゃいけんかな。研げばいいんでしょうけどね。研ぎ切らんし。これを使って爆弾が作れると思う。はーい。鎮静剤の中、導火線の代わりになるものは嫌ですか？ 違うな。絶対違うな。ジェームスの帽子？ジェームズの帽子はジェームズに返したいよね。トレードマークだしね。まだなんか残ってる。はい。リリス・ブラックソーンは夫のイエスライルが多忙すぎて私に会う時間がないという。でも面接のために私を呼んだはずでしょ。この女は気に入らない。そうなんですか。自ら罠に飛び込んだ。確かに。もしかして金庫ってこれで開くのかしら。はーい。開いた。何でしょう。このロックさえ外せればベロニカの真実がわかる。鍵持ってる持ってる。ベロニカからもらった。Ray may have used me just to get his inheritance, but my love for him was true. I still wear his bracelet every day. 遺産を手に入れるために私を利用したのかも There しれ wasn't な enough い。evidence to convict me along with Ray. But I have this feeling that someone knows the truth. I'd take it all back if I could. If only I could. I can't believe it. A man named Ezreal Blackthorne offered me a job at his hotel as head maid. It seems too good to be true. But perhaps my luck has finally changed. やっぱ遺産を山分けと言ったけど、半分もらえなかったのかな。働かなきゃいけないっていうことはそういうことだよね。レイと一緒になって暮らしてるんだったら遺産があるはずだもんね。
I should have never come here. I keep hearing these voices. They know. I can't stand it. Is this my punishment? うん、だと思うよ。お、紐。導火線の代わりが見つかった。はい。金庫じゃなければどこで使うの？この、ここ開いたよね。ということは他に導火線を使うところが、あ、導火線じゃない。爆弾を使うところがあるということ？どこでしょう？爆弾を使えそうなところは、どこか次を開けなきゃいけないはずだから、ここら辺かな。あはー、体当たりでいいじゃん、ほれ火がつけられないじゃん。あー、ライターない。ライター貼って持ってませんか、マーシャルさん。これがない。あ、ライター持ってんじゃん。何してんねん、ライター持ってたわ。あのタバコ持ってライターを手にしてライターがないって支えしてるのと同じ状態っすね。よくやるんすよね。はいはい。Detective, your case ends here. ジェームズを返せ。やっと出てきた。She's down for the moment. ジェームズ。ジェームズは無事だったけど、怪我の手当てをしないと。それに私は捜査を続行しなくてはならない。そうか、そっちの方が先なんだ。うん、傷を負ってるわ。帽子返すよ、ほら帽子。ケイシー、鋭いものがあれば縫い目に、おい。これ何の役にも立たんな、この矢は。縫い目があれば切れるわ。はいはい。氷に覆われている。水の入った矢か。あ、沸かさないとダメだわ。ボトルシップ。気を失ってるけど、手錠しておいた方がいいみたいな。その手錠を探さないといけない。ね、これって誰？リリス・ブラックソン、イスラエルの妻。うわ、写真ではすごい、結婚式の写真とかすごい若い時だったので、こんなにもう、ご老体だったわけだ。イスラエルの代わりにもしかして、犯罪者のために子供も産めなかったっていうことだよな。イスラエルの犠牲者だな、逆に言うとね。それでイスラエルのために、犯罪者を裁き続けているということだろうか。あ、ねえ、ジェームス、ところであんたここで何やってたの？とりあえず、ここで沸かせるね。はい。沸いて。沸いて。鍵がかかっている。これは何でしょう？磁石。あ、スイッチがいるんだ。おいで、これを溶かすと。でもこれもなんかいるな。あまり鋭くないな。どうしよう。あ、砥石がある。よし、これでいいと。あ、これでここが開けられる。これは警察の方の荷物だったようですね。はーい、物探しのようです。これを探せって、あ、ペアを探せってタイプね。はい。ケイシー・コスナー様、応募いただいた警備員の採用試験を行いますので、ホーリーマウンテンホテルまでお越しください。このケイシー、この人も
この人もあれか、犠牲者か。写真だ。フラッシュライトだ。2つペアがある。写真、フラッシュライト、あった。手錠 OK。 これでリリスをに手錠をして、はい、あ、こんなところに、よし、開けるぞー。赤、紫。あ、入れ替わるわけじゃないんだ。どうしろっていうこと？順番通りに寄せってこと？あ、開いた。順番って言ったって、こう縦向きという可能性もあるんじゃないか。向こうではこうがやっぱ順番なのか。立てて考えるのは日本人とかぐらいのもんなんかな。お、アンティークだ。これ何の部屋？もしかしてリリスの部屋？鍵がかかっている。おー、がんじがらめのになっている。誰のフィルムだろう。ああ、さっきのケイシーなんとかっていう人。鍵がかかっている。開かない。こんなところにテレビが、見にくそうだな。上向いてるし。ペンチペンチ。これ何？ドアノブ？光るものが見えるけど手じゃペンチで取れない。だが、いや、何の役に立つんだって。もっと役に立たないジェームスの帽子とジェームスの指輪があるけどね。それよりジェームスの傷を。直してやるものがないな。ガラスを切断する必要がある。ペンチ。割れるって。引き出しのノブ。引き出しどこ？ん？イスラエル？今のは幻覚、それともイスラエルの亡霊？イスラエルっぽかったね。引き出しのノブ。なんかに柄似てるけど違うな。鍵がかかっているからペンチで壊す。これをペンチで切る。私もしかしてこのフィルムを見に行かなきゃいけないの？コスナーって誰だっけ？ちょっと待って、コスナー。イスラエルの亡霊がいる。調査書類。お、ケイシー・コスナー、この人だ。コスナー。なんとなく、あのバッグについていたマークからすると、元警官みたいな感じで、地図でとぼうめんどくさいから。よいしょ。もう一個。元警官で、警官のうちに何かをやらかして、で、警備員の仕事をしようとしてたわけだな。 Casey O'Connor, a police inspector corrupted by power and greed. After rising to inspector, he started taking bribes. He put many innocent people in prison, raking in money from the local crime bosses. He
thought you destroyed all the evidence against you, but your weak-minded superstitions will be your undoing. I sentence you to death by fright. また新たな死刑申告急がなきゃ。ああ、警官だった。こっちが軍人さん、こっちが警官だね。レーサーとお医者さんとメイド。これで終わりか。ジェームズの写真飾るとこないぞ。あ、本人がいるからいいか。ケイシー・コスナー、何が入っているんだろう。賄賂とスキャンダル、見せかけの政治。罪のない人を、死刑に追いやってきたという形でしょうか。それは判事も悪くないか。無実の人間に死刑審査をしているのは判事だろう。はい、トゥイザース。オッケー。まあいいか。あ、なんか見えましたね。またここら辺に。戻ろう戻ろう。なんか取れてない気持ちが悪さあるけど、まあいっか。ここだっけ。よいしょ、ほい。これで軍人さんのところの、あら、半分しかない。困ったね。ジェームス、何か持ってない？これ半分だ。なんか変なところでむせてしまいました。私喉悪いのは悪いんですけど、なんかこう細かいものを食べるとむせるんですよね。でも私、あ、こんなところに片割れがあった。ピーナッツとかポップコーンとか好きなんですけど、あれを食べるとてきめんむせるんですよね。なんか細かいのがイガイガとして喉に引っかかって。ミニゲームですね。はい。ミニゲーム始まった時に不穏な音出すのやめてくんない？はーい。どうしましょう。完了した時もすごい音したな。止血帯、ほい止血帯、ほい。ジェームスの、ジェームス、あら、戻っちまった。はあ、ジェームスの怪我を、まず包帯を、傷を負っている。止血帯のが先、で包帯を巻く。そうですか。泣き言を言うのは自ら捕まりに来たんだろうが。何か、傷が何かに感染してしまったような。こう火があるからこれで焼きなさい。感染するよりマシだよ。あ、帽子帽子帽子返すよ。はい。あ、指輪も返すよ。だから幽霊のなんか出るようなホテルに勝手に来るなっつーの。I can't keep up with you. I'll stay here and watch over her. Check my hideout. I left clues for you there, in case I didn't make it. 自分に何かあった時の用意だけは万端だったわけだね。お前たちはみんな死ぬ。おお、これはもしかしてリリスが書いたのかな。ジェームス。She's too dangerous to leave alone.
I'll watch her. 僕、手錠してるから大丈夫なんじゃない？だから手伝えよ。手伝えよ。手伝ってくれよ。I'll watch Lilith. いいって。え？あ、この鍵は違うな。南京錠の鍵か。隠れてたところってもしかして、ここに隠れてたの、ジェームズ。おーい。で、どうやって鍵かけたの？あ、ジェームズだ。探偵ジェームズ。誰も予想しないことであったが、ジェームズにも暗い過去があった。無罪の男が刑務所に行きになった事件に関与していた。そうなんですか。ジェームズ、探偵であって別に警官じゃないからね。しかも幽霊専門なの、専門の探偵だよ。ここに浮き彫り彫刻が挟まっていたみたい。はいはい。あ、アンティークだ。さてさて。電球ないしな。ノブあるんだけど、ここかな？あった。あ、調子が悪くないよ、ほら。2つのパーツ。ああ、こうね。はい。ほう。お、ガラスカッターだ。ガラスカッターどこで使うんだっけ？ここに、こうがあって。へーん。そうは、うまくいく。これ何？ルーン文字？外に何かいる？何もいない。ジェームス、証拠残してくれるのはいいけど、もうちょっと分かりやすく残してくんないかな。削って切断できないかしら。ノコギリ？ヤスリという手もあったな、そういえば。ヤスリは使ったので、ノコギリかな。